アルファシクロデキストリンベータシクロデキストリンの CBK モデルシクロデキストリンは数分子の D グルコースがアルファマイナス1、4グリコシド結合によって結合し環状構造をとった環状オリゴ糖の一種である。CD と略されることもある。1891年にビリエによって発見された。1903年にこの物質がシャルディンガーによって 感情オリゴ糖であることが判明した。これにちなんでシャルリンガーデキストリンとも言う。シクロデキストリンの3種類の化学構造グルコースが5個以上結合したものが知られており、一般的なものはグルコースが6個から8個結合したものである。それぞれ6個結合しているものが、アルファシクロデキストリン7個結合しているものが、ベータシクロデキストリン8個結合しているものが、 ガンはシクロデキストリンと呼ばれている。シクロデキストリンは塩基に対しては安定であり、酸に対しても、デンプンや他のオリゴ糖に比べると、かなり安定である。またアルファアミラーゼによる分解もデンプンに比べると、かなり遅い。ベータアミラーゼによっては分解されない。また熱に対してもかなり安定で、摂氏200度程度まで加熱しても安定である。 シクロデキストリンの水への溶解度は摂氏25度でアルファ体が 14.5g100ml、ベータ体が 1.8g100ml、ガンマ体が 23.2g100ml であり、ベータ体はその溶解性が低い。シクロデキストリンの環状構造の内部は他の比較的小さな分子を包摂できる程度の大きさの空港となっている。空港の内径は アルファ体で零点四五零点六ナノメートル、ベータ体で零点六零点八ナノメートル、ガンマ体で零点八零点九五ナノメートル程度とされている。またシクロデキストリンのヒドロキシ元はこの空港の外側にあるため、空港内部は疎水性となっており、疎水性の分子を包摂しやすい。シクロデキストリンは疎水性の分子を包摂することで水への溶解性を高めたり、 水や酸素と反応しやすい物質を保護したりする用途に利用されている。例えば各種の医薬品、わさび油を閉じ込めた状態の練りわさび、消臭、除菌ブームの火付け薬である、ファブリーズなどである。特に食品分野での応用展開が多く、香料、香辛料の安定化や乳化剤、粉末化器剤としても用いられる。また、シクロデキストリンは、高角活性体であるため、 一体の共像異性体に対して包摂しやすさが異なる。すなわちラセミ体から共像異性体を分離するのに利用できる。そこでシクロデキストリンの誘導体を固定症とするガスクロマトグラフィーや高速液体クロマトグラフィーのカラムが市販されている。他、ロタキさんのリング部分としてポリエチレングリコールなどと組み合わせて用いられる。澱粉にバシラス属。 ブレビバクティリアム属、コリニーバクティリアム属といった細菌から抽出したシクロマルトデキストリングルカノトランスフェラーゼを作用させることによって得られる。シクロデキストリンの分子認識を利用した長分子の合成が広く研究されている。環状構造であるため、ロタキ酸の部品として用いられる。日本では、原田明、伊藤幸三、寺尾淳太を はじめ多くの長分子科学者がシクロデキストリンを用いた長分子の研究を行っている。ありがとうございます。